これから7回ベイスターズの攻撃です。一方ジャイアンツはピッチャーが変わります。船橋マウンドに上がります。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。先発の岩永がバッターボックスに入ります。まあ完封を目指していると思いますから代打はないですね。そうですね。打ちました。ピッチャーゴロです。アウト、ワンアウト。打順は1番に帰ります。バッター桑原、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ワンアウトランナーありません。インコース決めました。ボールになります。よく見ましたね。スリーボールツーストライク。打ちました。これはファーストライナー。バッターボックスには2番楠本。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミング合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。ツーアウトになっています。さあ勝負してくるのか。見逃して三振になります。スリーアウトチェンジ。8回の表 DeNA ベイスターズ打順よく、この回はクリーンナップから始まります。佐野がバッターボックスに入ります。初球打ち、この打球はフライになっています。船橋抑えています。ワンアウト。バッターボックスには4番マック。今日はまだ当たりがありません。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。低め外れました。インサイド落ちました。これはどうだ。ピッチャー飛びつく。アウト。スタンドのファンからも歓声が届きます。ご覧いただきましょう。素晴らしいフィールディングでした。打席には5番バッター宮崎。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトランナーありません。インサイド打ち上げました。打球はセンターへ。ブリント掴んで3アウト。9回の表ベイスターズの攻撃。打席には6番バッターソト。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。ジャイアンツビハインドで迎える最終回です。際どかったですよね。インコース決まった。3ボール2ストライクです。三振です。ワンアウトです。バッターボックスには代打の太田。船橋まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球空振りです。外に逃げていくボールよく見ています。スライダー外れます。インコース決まりました。ツーストライクツーボールと追い込んでいます。この球は外れています。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。ファウルになります。引っ張った。これはどうか。三遊間抜ける。ワンアウトランナー一塁です。打順は8番森。今日はまだ当たりがありません。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。いいボールでしたけどね。はい。外のストレートわずかに外れてボール。走ってきた。インサイド落ちました。掴んで2アウトです。ファーストランナー飛び出している。一塁転送はアウト。ダブルプレー。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。